感謝で無茶ぶりセカンドシーズン、おはようございます、川原みのりです。さて、本日はですね、前回プラスにできなかったのでなぜか紙シャツで着ております。某番組の方でちょっと紙シャツをよく着ていたやつがあったんですけど、結局それを探しますって前回言ってて、ありませんでした。なので、もどき彼シャツもどきな感じの、あの結構大きめな白シャツを着てきましたので、これで勘弁してください。あんまり足は映さないでください、お願いします。はい、ちょっと肌寒いのでね、あまり格好的にはよろしくないんですけど、まあでもちょっとあの某番組の方とは違って若干胸元の方はもうすでに開いておりますので、今日は涼しめな格好で頑張りたいと思います。で、本日の無茶ぶりはこれ以外にあるんですよね。これは罰ゲーム、はい、ではお願いします。ありがとうございます。いや、前回惜しかったからな。今回はどんな無茶ぶりが来るんでしょうか。いいよ、止まらないサイコロ。あ、ごめんなさい、人様の。お、あ、6じゃなかった。はい、2ということで、今回はそこ嫌だな、これ嫌だな実践中の台の声真似をしながら実践ということで、どう、私モノマネとかしないぜ、全然やれないですよすごくクオリティが全てにおいて低いので、そんなにやらないし、何打とうかな、結構打つ台大事になってきますけど、まあ、ジャッジはカメラマンさんの方でしていただけるということで、自分がモノマネだって言えばもうモノマネになると思うんで、まあ、強引に今日は行きたいと思います。まあ、これでプラスにできれば OK ということですね。わかりました。それでは早速実践の方頑張っていきたいと思います。番長、どういうタイミングで真似したらいいのかもよくわかんないですけど、とりあえず番長めっちゃ台数あるしな。あ、みんな南国行くんだね。あ、普通に打ちたい台がいいですよね。番長で行きます。あ、はい直入れ派なんで、まあ、番長はよう喋りますよね。どうなるかな。まあ、でも声真似の方に集中しすぎて実践ボロボロだったら意味ないんですけど、まあ、なるべくね、いいワードをいっぱい喋ってもらえるように頑張りますよ。誰が大変って言うんですか。射程、そんなこと言いましたっけ。え、あれ大変っすって言ってるんですか。何も聞いてねえ普段。大変っす言ってた。私って何考えて打ってるんだろう、いつもマジでぼーっとしてますね、すいません。あ、でも射程はちょっと真似しやすいかも。大変っす言ってた、言ってる。番長が意外と喋らないですね。まあ、でもこの人結構寡黙なタイプか、大事な時にしか喋ってくれないんです。どうしよう、今日はちょっと番長3カニ歩けなそうです。埋まっちゃってる。やっぱ番長とかマドカツとかそういうラインは埋まりますよね最近。花子も朝から埋まってるみたいですけど、あ、オープニングで今日伊勢崎頂点に来てるって言わなかった。ここはコーナー伊勢崎商店です。あー、対決だ。勝者、そういうことですよね。
でも27、いやこれ前日からバリバリ引き継いでそうな対決カウンターの数字ですけど、まあ、いきます、勝負だよ。これ誰の声ですか、ナレーション。そういえばいつも聞いてたけど、ちょっとでもバドミントンは良くないんで、もうちょっといい対決の時に言います。ちょっと待って、ないはい、男の、いやー難しい。あ、また一発目チャンス、どっちかは行くでしょう。あ、来た、先生来ました、ここです。全員のぶとい、のぶとい声です。おいや、当たってんじゃねえ、もう当たってんじゃねえこれ。あ、微妙だな、ここでしかも MV、 いやでも、あ、微妙でございます。マダラの調理実習、ダメっぽいな。スパイシー。はい、ダメです。あ、でもまだあるな。なんかゼリーやらチャンス目やらいろいろ言ってるんでよくわかんないですけど。対決には行ってくれるそうです。あ、違った、対決カウンターでした、割れた。いやなんかタイミング良くないですね今日。うまいうまい、しかも弁当来てます、来てます。まあいいでしょ、いいでしょう、ここはとりあえず特訓に行ってくれ。うん、いやこれはもう仕留めていると信じたいけども、落ちてこないかな、もしかして。対決だ、深海洋国じゃない、深海洋国はちょっとお手本を聞いて真似したいやつですね。でもチョッピーラグビー悪くはない、出るかな。そしてちゃんと MVP も引くっていうね、しびれて釣った、勝てるよ、よし、よかった、楽勝、421ゲームです。楽勝っていうほどのゲーム数ではないですけど、そして12,000円、あ、ただきがねんです。番長の声はマジかっこよすぎて真似できない、割とここまで男前な声は出せないですね私は。割とチェリーとか引いたが、もうせっかく先生が出てこなかったからな、あるかな対決。
言われて、またサッピーラグビーでございます。いきます。 MV を引いてる、うん、あ、絶好調だ。涙が出ます。 OK、 会おうか。まあいいけど、時間厳守は男の鉄則だぜ。あ、この人なんて言ってんの。お、本郷園から合流閣に行ったりはしないかな。ないか。まあでも17とかで行ってくれるといいですね、対決。やだな、2連で終わるの。あー、かわいい。おー、しょー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 。時間厳守は男の鉄則だぜ。男の鉄則だぜ。よし、いいね。もしかしたら、まあ、最初のやつで言ってたか、曲ゲットしてたか。お、はい。そしてまた応援でいるそうです。今、まあ、22なんで10回は弾けるでしょう。大丈夫と思う。なんで、まあ、対決は1回は最低でも行ってくれると思います。あと3日目で、まあ、ボーナス狙っていきたいところ。おー、大事に取れるかどうかが問題です。こちら、どう、ほうほう、来ました。シャンシャン。マダラあたりが出ていってくれそうな気がする。お、いいよいいよいいよ。ダンス超対決でいこう。マダラのラグビー来ました。よし、勝てる。絶好調。あ、もうこれ勝ってるやつね、勝ってるやつと思いますよ。うん、OK。 ここで鏡さん来て、違った、アバチョボーナスです。ボーナス確定。ボーナス確定。いや、似てないな、似てない。番長は諦めようもん。バナナビービーです。さて、チャンス目とかちょろちょろレア役は引いてますので。あー、いや、これ青が残るの、青が残るのか、青が残っちゃう。でも青残って、やっぱ外れだよね。笹青、笹赤だったんで 50% 以上で次回チャンスは天国。いい感じです。誰かね、邪魔すんじゃないよ。いや、一番好きがキャラ的には近いものがある気がする。あ、もう行こうか。お、でもナビなしだけどリプレイ。お、お、一応引いてます。頼む。お、まあ、続くのね。お、泣いた。あー、ありがとう。よいしょ、青だけだ。下け1個です。いただき。あとは最初のループでどのくらいもらえてるか。
まれない。494枚、約500枚獲得で終了です。4連。あ、でも緑なんだ、対決カウンターが今。引き戻しも見つつ、の対決も、まあ、見つつ、戻せたらいいけど。あの3つ目はとりあえず何ともなくて、あ、でもこの感じだと対決カウンターかな、20です。まあでも ARK からのやつなんでね、20とか全然あるか。まあ、ただ流れてきてる、ちょっといい対決に行ってくれると嬉しいっす。おおおおお、いただきジャーニー、え、もう106ゲームとかなんですよ。キーボード氏が連れ込んでって言ったって、でも対決別に来てないし、こんなにずれ込むことあんのかな。いや、でも引き戻しちょっと謎だけど、まあ、いっか、106ゲームです。あ、いただきジャーニーよ。はい、一応やっておきます。すごく似てない。びっくりした、マジで。なんで、対決終われる。よし、17。あー、ドーミントじゃなくて連行。よっしゃ。あ、待て、大事。はい、泣く。上手。あ、もう勝ってるやつ。はい、ストップです。ここは絶対当てたいな。さあ、ボーナス狙っていきます。本当は絶頂も狙ってます。誰ずらすな。はい、ズボン。をベルナビで8位出ないか、8位出ないか、これはこれで負けたら悲しい。え、甘い。あー、甘くなかった。よし、やっと大台でね、意味があるのはね、最高ですね。ボーナスです。やったー。あ、なんだ、これでプラス1いけるかもしれないです。さあか、まあ、チャンスモードでしたもんね。お、赤と赤しかないじゃないか、のせかくですね。やったね、ストックいただき。今ストックはとりあえずこの1個しかないか。順調。お、まだあった。
いや、わかんない。ストックあったのか。いや、わかんない。もうなんかよくわかんなくなっていた。数えてない。なんかやっぱり自意識過剰かもしれないけど、いつもよりそばを通る人に見られてる気がします。このカレーシャツのせいかもしれないですね、やっぱり。はい。あるかな、ないかな。終わり。ほい。はい。757枚。結構出ました。伸びました。さあ、番長3はこの辺にして、もうちょっと違う台も、打ちに行こうかなと思います。まあまあプラスになったんでね。もう私はもうこれで勝ってもいいぐらいなんですけどね。そういうわけにいかないってことですよね。わかりました。もうちょっと増やします。何かで。赤シャッターでお願いします。よし。お、あ、ちょっと待って。罰ゲームが2個あったみたいなテンションでしたけど、私的には。